ストライブとかねしないから、まさか RNPG カズマ川村でインスタライブを始めましたみたいな通知、嘘でしょって思ったことだと思います。どうも皆さんこんばんは、どうもです。ちょうど足以外全てが筋肉痛なのりっくんだ。お疲れ様です。最近会ってないっすね。足以外全部が筋肉、やっぱり歩けはするんすね。じゃあお疲れです。皆さんお久しぶりかな。まあインスタライブではよく多分、まあコメント普段しない人とかもいるかもしれないですけど、いつもありがとうございます。ちょっとね、何やったか、ちょっとその撮影の移動で時間あったんでインスタライブやろうかと。で、まあでもちょっと、あ、そうだ、あのキャスの情報って出てました？ちょっとはい、あ、うんかうんうんで、あの首で答えてください。まだ？ああ、やるっていうのは出てるんですね。はいはいはい。そう、ね、あの、キャスあるじゃないですか。トライブ？ジュニア？ちょっとよくわかんないですけど。それ、そう、キャスをやるからさ、あの、なんかあんま、なんだろう、キャスとか別にいいかなと思って、あのなんかやりたかったんですよ最近。やりたかったけど、どうしようやろうかなでもなとか言ってたら、いいじゃないですかやってくださいよってマネージャーさんに、まあ、言ってもらって、いやでもそのキャスの毎日のやつあるしなって、まあ別に時間かぶるわけじゃないんですけど、なんかね、例えば俺がもし明日キャスの日ですみたいなとかだったら、いや連続回みたいになるじゃないですか、みんなも多分どうしようかなって思ってたんですけど、まあ喜びますよってマネージャーさんがね、高校の時から、お世話になってるマネージャーさんが教えてくださいまして、まあ今日やりましたインスタライブ。まあちょっと査定の移動でちょっと時間あるんで、っていうかあれかあのさっきも言ったかこれということで、ふぅ、どうすか皆さん調子はどうですか。わっさ、こちらはもう毎日が、楽しいですね。体調も、体調もバッチリ、お仕事も最高。いい感じですわ。声大丈夫かな。すいませんね。そうそう。降りすぎて、はあ、寒いか。確かにね、最近外で撮影この時間とかなってきたらもうブルブルやばすぎて、それはわかる。あきくん、あきくんいるの？
ありがとう。あきくん。あ、ほんまや。今日始めました。ありがとうございます。あきくん元気かなぁ、言うて。車内だからっていうのもあるけど、いやーどうですか、寒い寒い寒いと、来てますけれども、りっくんもいますよ。いや知ってます、全然さっき言いましたよ。てかリアクションしましたが、そっか、あのその話の後に入ってきてくれたのかな。ありがとうございます。こんばんは。ご飯ね、朝のまだあれだな、朝のあれだ、どれやねん、おにぎり用意していただいてた、おにぎり2つだけだった。まあ、そんな早い時間に食べたわけでもなかったんで、あんま空いてなくて、昼食、昼食タイミング伸ばして、もういいやってなって、とりあえず弁当持ってますけど。まことね、ドラマ、そうそうそう、見たかったんだけど、普通に撮影してた。で、なんだけど、わざわざあの、あれ、誠からその送ってくれて、その見れるやつ。で、ちょっと時間あるタイミングで、ちょっとこればっかりは絶対見ようかなとは思ってます。そう、わざわざ送ってくれたんで。ありがとう、誠。絶対見てないと思うけど。誰が見てるのやつさ。どれでわかるんだろう。この前あの、じゅんくんのインスタライブを見に行かせてもらってた時に、バレたんだよな。普通に。びっくりした。ちょっと邪魔になるから、ちょっと見させてもらって、すぐ出てきたけど。あ、ビビー表紙ありがとうございます、オリックさん。ちょっと全然何の話するか決めてないですけど、車の中あったかいっすよ。
I'm great. I'm busy with work, but very, very happy now. Thank you.こういうあんまり何もない、あ、何もないって言ったら失礼だけど、何もなくないんだよな、こういう落ち着いたとこ通ってんのめっちゃ好きなんだよな。なんかそう、まあどこやねんっていう話やけど、超楽しい。なんかね、あの武者修行の時とかの記憶が残ってんすよね。なんかあんまりその自然いっぱい豊かなとこで多いじゃないですか、普通にその都会とかを出るとそういうとこバーって通ってるで眺めてるの好きなんですよね。すげえ雰囲気いいじゃないですか。なんか都会も全然いいんですけど、そうそう、ちょっとね、遠く出てるから全然あれだけど、あの移動が長くてですね、タイミングいいわ思って、あ、RMPGZ オフィシャルが視聴を始めました。ありがとうございます。ジンくん元気か？これいっつもやるんですよ。こっちこういうのいっつもやるんですよ。ジンさん嘘ですよ。元気します？ん？リクさん？リクエスト？リクエストってどうやって見るんだっけ？なんかやったことあるな。これか？あれ？多分いけたはずだと思うんだが。いや、あ、来た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 。イエーイ、車じゃないですか。俺も車。今日何してましたっけ。今言えるやつじゃないか。いや、今日はね、俺何やってた。あ、ずーっとトレーニングしてたわ。俺何やってたっけ。ずーっとトレーニングして、ちょっと今あの最後の現場にちょっと向かってる。はいはい、汚いですわ。バイトですわ。そしたら、あれ、あの、携帯ちょうど触ってて、そしたら、カズマが、インスタライブ始めましたって通知が、あの、ブーンって来たから、いや、見るでしょ、と思って。久々に。多分俺ね、一番最初にね、多分参加してる、この 1.9 万人の中。マジっすか。そうっす。だいぶ。いや、違うんすよね、多分。ほら。参加し、あれ違うわ。でも参加しましたってもしかしたら一番かもしれないですね、これ。もうもはや参加しましたより、コメントは見えるんですけど、参加しましたがそれ以前にないんですよ。はい、はい。どうよ、最近カズマ。ちょっと、マジで、あの、レックの時のあの、選手交代の入れ替えで一瞬会えたっきりじゃね、はい、いや、その、その後でも撮影だってるわ。そっか。全然でも、ね。そうね、この前もだって俺ホクちゃんと入れ替わりだったから会えなかったんだよね。まあ歌入れしてちょっとかましといたんで。いや聞いたよ、バッチリだった、最高だった。いや、ようやるなと思ったわ。結構最近忙しいじゃん。そうっすね。その中で仕上げてくるねと思ったよ。
いやもうバッチリっすよマジで。最高でしょ。どう調子は。もう最高っすね。ほんもうマジでなんだろう、ツアーとかはもちろん、うん、ツアーとかもちろん楽しいですけど、うん、でもほんとこの10月今のところ一番楽しい。お、いいね。まあツアーこれからありますからね。月が延長になってね、お仕事になってね、いいことやね。海鮮を見に来てくれてるっぽいね。お、マジっすか。うん。おぉ、あ、ほんまや、筋肉アイコンが。マジ、あのアイコンの体、マジかっこいいからね、あれ。ゴリゴリ仕上がりすぎてる。だいぶ楽しみだわ、マジで。今ね、みんなでしてゲームとかやってくれてて。そうなんだよね。まだボーカルチームが合流してないんだけど。あ、そっか、2人も今、そうか。そうそうそう。パフォーマーがマジ頑張ってくれてる、今。チーム LDH の仲間が。見てくれてんのか、返せよ。てか優勝すごくない？びっくりしました。マジでびっくりした。マジすごいよね。うん、気合で。マジでだってカズマ楽屋でもずっと練習したもんね。一生やってますもんね。ね、家でもやってるし配信でもやってるし、そして優勝してさ。いや俺絶対無理だわあんな。いやえぐいじゃん、あのカズマのコントローラー。ああ、いやすごいんですよ皆さん、なんかボタンの数が普通じゃないんですよ。ああ、背面そうっす、あれすごいよな。この辺で押すね、あとはカズマ長い感じか。いや、全然全然、うん、っていうか、てか明日もね、今日と同じ感じで。なるほどね。ノーリミット好評のコメントをたくさんいただいてますよ。ありがとうございます。いや、マジで原曲聴いてな。マジで。原曲も聴いてください。間違いない。完全に青春時代の曲だからな。ドンピタマジで。ね。超かっこいいっすよね。ね。バチバチ気合入ってたもんな、みんな。もうみんなの踊り合わす、あのバチ揃いのとこマジ上がる。やばいよね。とってなんかあのリピートじゃないわ、あのなんだっけ、再生もう一回してもらって、うん、チェック、うん、モニターチェックしてもらってみんなで見て、揃い方って言ってましたもん。目、みんな上がってたもんな。あれバリのリキも見始めてくれてるよ。なぬ、Thank you リキ。いや、結構あれなんですね、遠い移動してるんですね。そうだね、まあ30分ぐらいかな。うん。え、今日、あれ？あ、違う。今日はラジオじゃないわ。明日か。明日、明日。うん。毎回あれ、40、50分かけて移動してるから、
20分、うん、30分の移動はもうね、全然苦じゃないんだ。ああ。今日マジ、俺1時間半ぐらいの移動です。やばすぎ。マジ？きついなぁ。腰が。帰り2時間とかなるんで。やば。コミすぎて。マジで。2時間は普通にもう寝る案件だな。お、志尊淳さんも見に来てくれてるみたいだよ。あ、淳くん。来てくれてる。すごっ。結構久しぶりすぎてみんな来てくれるんだな。すげえな、待って、そんなインスタライブに参加しちゃってんのやばい。いや、もうありがたい。昨日のあのライブイベントをみんなでやった時にちょっとご挨拶させていただいた程度ですが、すごく素敵な、なんか優しくて背高くてかっこいいと思いましたね。めっちゃカズマ仲いいもんね。そうですね。いろんなコメントが来てすごいな。やばい。お、北ちゃんも見に来たね。おーね、北斗スリボ？いいや、ホクちゃん。やっちゃえやっちゃえ。すげえ、ホクちゃん来た。来た。誰？これインスタライブって何人までできるんだ？誰じゃん。てかね、ジンさんね。ジンくんもいるもん。一回も多分コメントしてくれてないんですよ。ちょっとツンデレなんですよ。別にそこでツン出さなくていいんだよね。いやー、ほんと。見てんの知ってるっすよ、マジで。あ、4人までできるんだ。ホクちゃん、あれ。そうなん、参加リクエストみたいなやつあるから。4人？今や4人までできちゃう。だよー、だって。お、森に来るのか。来た来た来た。そうだね。すげえすげえ。え？なってる。イエーイ。おお。車なの。ウケんだけどマジで。待って、ジンくんもいいんじゃん。あ、どうもどうも。はい。あ、誰ですか。誰ですか、ちゃうね。ジンくんです。お、誰がジンくん。あ、誰ですか。みんな真っ暗だね。はじめまして。なんかイケメンな人ですね。あるだす。なんかおしゃれな服着てイケメンじゃないですか。はじめまして。今日ジンさんめっちゃダサかったです。じゃあそう、今日なんかあったの。2人でロケやって結構いいの出まくっちゃった。だってジンくん、あれメイクされてて、ホクちゃんのカメラに違って気づいただけで面白いって言われてたじゃん、ホクちゃんに。その前にね、あったんですよね。そうそう、いろいろあって、ちょっと楽しみにしといて。もう着いた？そうやね、もう次のゲーム。楽しみにしとくわ。あー、はい、誰がジンくんや。こちらもう、行かなきゃいけないんですよ。あ、マジ？あ、そう。うん。オッケーオッケー。待って、でも俺もね、もうそろ行かなきゃいけないんだ。
了解です。珍しいな、3人でライブ。じゃあ、僕は視聴者の皆さんと一対一をしておきます。うん。OK。イチャコラ、イチャコラさん。頑張って、撮影。頑張ってねー。ありがとう。頑張ってねー。頑張れー。頑張ってねー。はーい。じゃねー。ジンくん、じゃあな。おい。じゃあな、じゃあね。僕ともありがとう。ああ。リクさんも、リクさんも、あれですか、もう。もうね、着くわ、現場。もう了解です。頑張ってねー。はーい、リクさんも、バイトです。はいよ。じゃあねー。はーい。一気になんか、あれだな、にぎやかだったのが、一気になんか、シュンってなった。いやジンくん、ジンくん言うてごめんな、ジンくん。嘘ですよ。ジンさん、ごめんなさい。冗談ですよ。みんな、ちょっと伝えといてください。ブログとかのコメントあたりで。いやちょっと待ってくださいね。これって、別画面開い、別アプリ開いたらこれインスタライブ止まっちゃうのかな。一瞬、あとどんぐらいでつくか見ていいですか。ちょっと、止まったらごめんなさい。もう一回やるんで、結局。お、ちょっと待って。ああ、なるほど。全然、全然余裕。まだやりますわ、じゃあ。え？リクエスト？イエーイ！そんなね、一人やってしもうたらみんなね、やりたい人をいっぱいいるかもしれんからね。いやー一気にあれでしたが、さっき山椒さん見てくれてたんだよな。一瞬でどっか行ったかな。調子はどうですか。多分あんまり意味ない。そんな暗くないっしょ。大丈夫。1.7万人。俺1月7日生まれやねん。だから、なんやねん。ありがとうございます。バイ。何してんの？何年？ 1997 の1月7日です。だから、結構、最近誕生日のね、5日、昨日、20日、誕生日でしたが、5日おめでとうございますということで、5日も1997年かな？なんですけれども、一応やっぱり、4月でなんかややこしいっすよね。すごくいつも思いますが、4月で区切りになるので学校とか学年で言うと、だからまあその同じ1997年生まれだけどなんか俺の方が1個でみたいな、いや同じ年生まれとるやんみたいな感じなんですけど、まあ一応5日の一つ上っていうことになりますけれども。
猫ですよね。4月とかだったらもうもはや5月とか、5月はいいね、あれかな、ちょっとあれかもしれないけど、4月とかむしろ1996年の4月生まれの同い年とかちょっと申し訳ない。さんも視聴していただけてるみたい。めちゃくちゃご無沙汰しております。ありがとうございます。テストの人多いな。みんな頑張ってね。テストか。今日のテンションというよりは、まあ割とテンション高いかも。やっぱ充実してると思うね。テスト多いな。頑張れ。あ、終わった人もいる。お疲れさん。高校って俺より年上でもいけるもんな。年上さんはお疲れ様でした。どうでしょう。な。元気みんな。文化祭とかできんだ。すげえな。気をつけて楽しんでね。体育祭とかもできてんのかな。体育祭ってなんか何月くらいやってたっけ。よくっていう頃参加したことないか分かんないけど、一回だけ参加したことあるか。あー、亡くなった人もいるんだね、文化祭。そうだよな。まあ、この数年ね、修学旅行とかいろんなものを、ね、やっぱり行きたかったってな、絶対になるだろうしね。まあ、僕はそもそもなんかそんなに学校に依存というか、依存とかそんなんじゃないと思いますけど、その何だろう、なんて言うんだろうな。そこまでその学校の思い出とかにあんまもう夢にシフトチェンジしてた頃だったんで、高校とか別にそんなになんか執着はないですけど、その文化祭したいとか体育祭とかでもね、やっぱりみんな、まあ、楽しいのは楽しいし、修学旅行とかもやっぱね、行けなくなったのは辛いだろうな。まあ、状況も状況で、ね、そういう部分でも苦しい思いをしてる人が、まあ、いっぱいいるかと思うと、山盛りね、いると思うんですけど、まあ、それは心苦しい部分ではありますけど、ね、なんか、もう、時間は別に帰ってこないし、なくなってしまったものはもうなくなってしまったと思うんで、
これからなんか最高の、まあ、思い出作れたらいいんじゃないですか。そんなまあ別に行かなかったけど、まあ今生きてて楽しいしとか、それ以上にあの後楽しいことあったしとか、それぐらいの思い出作りましょうや。別にまあこうやって活動させてもらってますけど、全部が全部ランペとか俺とかに関することで幸せとかじゃなくて別にいいんすよね。なんかエンタメそのランページがもうダンスやべえとか歌がやべえ、もちろんそれもねめちゃくちゃ嬉しいし、もちろんそれも届けていきたい、まあその意図として持ってることではあるけど、お芝居だったらそれこそ作品感動したとか、別に俺じゃなくてもいいわけじゃん。けど、まあ、自分じゃないとできないぐらいの気合で、自分なんだろうな、代わりはいないぐらいの気持ちでもちろんやってるけど、究極幸せが別に直結してなくてもいいんですよ。みんなが感じる幸せが俺と俺らに、なんか俺らがかっこいい曲出したからとか、そのなんだろう、外からのものじゃなくて、みんなが例えば、俺は結構何でもズバズバ言いがちだしあれだけど、まあでもあんまり、まあ思ってることこれ正しいと思うんだけどなとかと思ってても言えないっていう人もいるじゃないですか。もう俺も全然言えない時もあるんだけど、でもそれでまあ僕とかもまああんまり周りとかあんま気にしないからまあ言えちゃったりもするんだけど、でも そういう例えばそういう姿とかでそういう生き方みたいなんで、あでも自分も勇気もらったわとか頑張ろうとかってなって、それで自分の起こした行動、自分の起こした行動によってそれで幸せが生まれたとして、別にそれでいいんですよ。ランページがかっこいいからそういうことじゃなくて、もちろんね、ランペでも最高です。もうありがたいけど。でも究極の話。全く。戻ろうねっていう感覚でもなくていいのかなとも思うんですけどね。その辺はちょっと人によってだと思うんであれですけど、いい意味でなんだろうな、この状況とかウイルスとかがいいものだとはもう一切思わないけど、でもそれによってなんか変わる必要があったことが変わった部分だったりとか、今まで常識だったものが常識でなくていい常識とかが、まあ、変わった部分とかあると思うんですよ。例えば会議とかでも対面でね、もちろんその話すとか、もちろんそういう空気感、肌感とか熱量みたいな、それもなんか大事な場合もあるんですけど、これリモートでいいよねってわざわざその家から出てっていう労力だったりとか、
そういう別に妹でいいよねっていう時もあるじゃないですか。別にその大事だから大事じゃないとかそういう話じゃなくて、なんかそのなんだろう、効率的というか、でもなんか頑なにやっぱその、あのちゃんとしなきゃみたいなところがやっぱり多いじゃないですか。まあなんか昔からの文化わかんないですけどね、俺はまだまだ24のお子ちゃまなんで。まあなんか常識、それなんか、まあ、常識って人それぞれのものですけど、常識じゃなくていいものが常識だったところをいい意味で変えてくれたとは言えないな。やっぱり肯定はできないけど、コロナもでも変わった部分もあるじゃないですか、シンプルに。だからね、いい意味でなんかみんなでその時代、まあ、作っていけたらいいんじゃないかなって。戻るあの頃に本当幸せな日常、当たり前じゃなかったけど、あのコロナ前の日常に戻りたいとかじゃなくて、その考え方、戻るって考え方とかも否定全然しないけど、いい意味で変わってる部分も多いから、新しく時代は作っていけると思うんで。戻れないじゃないですか、結局その瞬間には。だからまあみんなでいい時代を作っていけたらなと思いますよ。そっちばっかで全然聞いてない。今日から聞いてくれてると思うけど、ありがとう、みんなありがとう。まんま話すタイミングもなかったからあれだけど、いつもはねブログとか、まあ、やらせてもらってるんですけど、まあ、毎日また文章とは違うから、まあ、熱量とかも伝わってたらいいですけど、まあでももう前向いて頑張りましょうやっていう感じですわ。めちゃくちゃ気合入ってるんで、ライブってとこ押したら数字出るやつなんだろうこれ。まあいいんだけど、そうね、別にそうね、なんか話してるところをだけでも全然こうやってまあ、喜んでくれてというか、なんて言うんだろうな、話聞いてくれて、いろいろ喜んでくれてありがたいっすね。
アーティストっていうところが全てじゃないし、っていうかそれが第一じゃないんで、語弊が生まれるんであれですけど、もちろんその中心として、もちろんアーティストっていうあれもあるけど、その前に人間じゃないですか。別にアーティストとしてなんかカッコつけてどうのこうのとか、なんかこう思われるからこうだろうなみたいな、こういうとこみたいな、そういうのって結局、まあ、かっこいい子とかもね、それこそいっぱいいるし、どんどんそれだと多分心に残っていかないんですよね。残っていかないし、多分奥底まで、心の奥底まで多分届かないと思うんですよね。薄っぺらいと思う。だからね、アーティストとしてもちろんかっこいいこともやりたいと思いますよ。思いますけど、でもただの一部っていうことはやっぱ、あの、まあ、ファンの皆さんは特にあのいつもいろいろ知ってくださってると思うんで、まあ、これからなんか興味持ってくれた方もそうですけど、なんかそういうのが浸透していけばいいなとはどこかで思ってますけどね。人間だからアーティストもやるし、もちろんこれってちょっと際どいところで、オーディションでやっぱりあのこの業界に入らせていただいてるから、ボーカリストとしてそれが入りだから、やっぱりそれがメインっていうことになっちゃうんですよね。まあもちろんそうといえばそうなんだけど、でもそれ以前に自分にもやりたいことあるわけじゃないですか。でそれ以前にね、あの当時だったらそれ以前に17年間生きてきた人間なわけじゃないですか、ただの。だからそれはアイデンティティとして持ってる一部、自分の一部っていうところでなんか楽しんでもらえたらなと思うんですけどね。いろいろ歌、ラップ、ダンスとかもそうだし、お芝居もそうだし、なんだろうな、まあ、ゲームとかもそうですけど、配信、ます、いやもうありがとうございます。全然言いたいことはバーってなっちゃって、結構まとまってなかったら申し訳ないですけどね。まあでも伝わってるというか、ありがとう、嬉しいですけど。あー、ライブ始めた時間だったのか。え、こんなことある？だって、いや、ちょうどもな、これは。まあ、それぞれの生き方がありますから。別に、まあ学校とかでもあんのかな、仕事とかでも。なんかしんどい思いしてるんかね。まあなんか人間関係うまくいかないとかも、まあ、あるだろうし、人間 100% あると思うので、それ生きてたら。だから、そもそも人と人は違うんで、どうのこうの言ったって、まあしょうがない部分もまあもちろん
あるし。とか辛いとかか、まあ楽しめやとはまあ言わないですけど、ポジティブシンキングってまあ人それぞれだからいいんですけどね、別に全くその否定とかじゃないし、それぞれのやり方が考え方があるからそれが合う人もいるし、だけど辛いってもう悲しいとかってなってる時にそれを感じきらないで、いやそんなはずはないっつって、あのいやめちゃくちゃそんなはずはないよ、私は楽しいみたいな、無理でしょって話じゃん普通に。だから別に落ちる時もうとことん落ちるとこまで落ちたらいいんですよ、俺もそうだしそうしてる。だからもう気にすんなってこと。Living in a dream ってことですよ。聞いてね。曲めっちゃいいんで。落ちるときとことん落ちたらいいんですよ。あ、その、これその一人で。周りに当たれとかってことじゃないですよ、もうテンションも落ちて、もう周りにあとか、そういうことじゃなくて、ああ俺こう感じてんだみたいな、私こう思っ辛いって思ってんだみたいな、ああ辛いなって、私辛いって感じてんだ、悲しい苦しいって感じてんだ、それもうさ、もう息切ったら急にパンってもう時が来る。本当にやばかったら誰かに相談したらいいし、今はいろんな方法とか、まあ、このね SNS とか助けて、こうやって、まあ、俺も今日これ見てくださってる皆さん、こうやって言葉あのありがとうとかいろいろ言ってくれてるけど、やっぱそういう SNS、まあ、いい使い方をしてこうやって本当、まあ、ありがたい言葉をこうやってもらうわけじゃないですか、みんなからありがとうとか。だからそう、曲聴いてるよとか、まあ、言ってくれるわけじゃないですか。本当いい使い方してできたら、やっぱそれこそこうやって、まあ、みんなみたいにいい人がいるから、なんか周り身近で相談できる人もいないとかって方もいるかもしれないんですけど、こうやって助けてくれるというか話聞いてくれる人いるかもしれない、いるし、でこうやってみんな SNS とかいい使い方して使ってみるのもいいし、まあ、いろいろ方法あるんで、まあ辛かったら俺んとこ来いよっていう感じで、まあ、そろそろ終わろうかなと思っておりますけれども、恥ずかしくなったのでそろそろ逃げたいと思っておりますけれども、はい、まあそんな感じで明日もね結構もうこのレベルで移動大変そうなんで、やろうかな、どうしよう、ちょっと明日はまあ約束はできないし、めっちゃマネージャーさんこうやって前でこうやってイエーってなんかやってる。相談室いいね、なんかお悩み相談室みたいな、まあできたらいいと思いますよ、あの思ってますよ全然。なんか話、みんなの話、まあその全部ももちろんね、あの取れないし、その
読んでもらえなかったとか、まあそうはなんないでほしいですけどね。でも皆さんにもその人にもなんか有意義なお返しができるような質問とか、できそうな質問とか答えて、なんかみんなの悩みとか、まあ乗れたらいいなとか、そういうのも前から思ってるんですけど、まあまたそれはおいおい決めましょう。ちなみにこれアーカイブどうやって残すの？分からん。アーカイブどうやって残すん？マジで分からん。いやー、そう、ちょっと、残すからさ、残すから教えて、誰か。残すから教えてくれやー。そう。うん。切る。あはー、なるほどね。これ終わるときに残したらいいのか。そうですか。あ、そうです。あー、そうするわ。OK, OK.自分の性格、見た目、あ、俺もすっげー嫌いだった、っていうかね、見た目とか今でもめっちゃコンプレックス多いけど、あの性格は本当なんか、あのマジで俺ほんまこういうとこあるわみたいな、もちろんそういうとこもあるっすけど、全然でも今は性格はあんま自分であれだな、なんでだろう、自己肯定感というか、まあそれはまあもう良い話また話しましょうか。ということでそろそろ終わりますわ。じゃあ明日もちょっと撮影頑張っていきます。タイミングでやるんでアーカイブ残しておきます。じゃあ見てくれて皆さんありがとうございました。急すぎるかな、急すぎるかな。大丈夫。ああ、じゃあ顔半分やったら最後スペシャルタイムいいですよ、多分。15秒ぐらい。1、2、3、4、5。そろそろほんまに終わりますわ。またゆっくりしっぽり喋りましょう。じゃあみんなもちょっといろいろ多分勉強とか仕事とか多分あった中ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ちょっと待って、これライブ動画を終了しますかってなったけど終了していいねんな。終了してアーカイブ残しますかってその後に出てくるってこと？ OK! バイバイ！残します、多分。